笛神ニュース2023、6月23日号ということでね、やっていきたいと思います。見つけた笛神総帥発注でございます。まあね、今回もね、競馬ニュースを中心に、まあ野球、サッカーですかね、その辺からまあ、ニュースをピックアップしていきたいなというふうに思っております。まあ、というわけでですね、まずはですね、ユニコーンステークス、ペディエールが人気に応えました。まあ、ペディエール、これでね、海外帰り初戦の3歳馬っていうのが重賞を勝つっていうパターンが、まあ、多分ね、史上初になるのかな。まあ、UAE ダービーとかね、サウジダービーあたり参戦してきてってことになってくると、まあ、サウジダービー帰りのね、ピンクカメハメハなんかね、レース中にこう、心不全とかね、いろいろあったけれども、まあ、なかなかね、小馬になって遠征してきてっていうのと違って、3歳春の遠征って、まあ、負担が大きい、まだこう心身ともに成長しきっていない若駒がみたいなところが、まあ、あった中でね、初制覇。まあ、長谷川オーナーもこれで重賞初制覇ってことになるみたいですね。まあ、なかなかね、見事な、まあ、あの陣営の調整に、まあ、敬意を表したいっていうか、まあ、海外帰り初戦っていうのは、そこがね、少し頭をよぎって、馬券的には、まあ、軸にしきれなかったってところがね、個人的にはあるんでね、まあ、そっか、やっぱ進化していくんだなというかね、まあそういうふうにできるようになっていくんだなということでね、まあ仕方ないな、馬券外したのは仕方ないな、皆さん頑張ったなというふうに思っております。まあそしてですね、まあ、戦勝リーチのサンライズジーク、三浦康生騎手は、まあ、7番人気2着、まあ、なんだかんだ人気薄を持ってきたと、まあ、この人気薄を持ってきたと言えるのかなっていうパターンも含めて、ただ1ヶ月勝ててない。まあ、通算戦勝に向けてですね、1ヶ月勝ててない状態で、まあ、なんか噛み合わないですね。三浦康生らしいというか。まあ、そして3着には後ろからの競馬でブライアンセンスということで、まあ、確かこれ軸にしたのかな。まあ、長い直線だけにね、もうちょっと、こういう馬が有利な展開になってくれるかなと思ってたんでね、馬券的には外れましたと、まあ、いうところですね。そして、マーメイドステークスはビッグリボンが重賞初制覇ってことで、まあ、軽量勢のね、逃げ争い、こんだけね、逃げ争いが激化してしまえば、まあ、そりゃね、いくら軽量の逃げ馬といってもね、展開的に有利になりきらない。まあ、そうなってくると、実績馬がこう、差し切ってしまうという展開に、ね、なります。っていうようなレースだったようですね。まあ、結局勝ったのが奇跡のゼンマイのビッグリボンってことでね。重賞初制覇ということで、まあこの品系ちゃんとね、残っていきそうというか、まあ奇跡が強かっただけじゃなくてね、優秀な品系ですからね、まあ妹が重賞勝ってそっからのね、血筋も残っていきそうな気がします。まあ、そしてトップハンデのウィンマイティが4分の3馬身差の2着ということで、まあ金量差がね、ビッグリボンとウィンマイティの間にも、1キロ金量差があっただけに、まあ、1キロ1馬身とかって考えると、まあ、秋に馬券を買うのはウィンマイティの方でいいかな、みたいなところもね、若干出てくるんでね。まあ、この辺ハンデ戦だったんで、そういうところも注目しなきゃいけないぞ、みたいなね、ところも見ておきたいと思います。で、3着にホウオウエミーズ。まあ、この馬なんかはね、印を回してはおけたんですけどね、穴狙いでっていうことでね、おすすめはできたんですけども、まあ、ただ、54キロでね、ウィンバイティに負けてますからね。まあそこら辺で言えばやっぱり実力差自体もあるのかなというところですね。まあどちらにせよね、春の、牝馬重賞ハンデ戦っていうね、大事なところは、まあこの、ウィンバイティからというような感じでね、狙っていけそうですし、まあ次回以降もね、またウィンバイティ馬券で狙っていきたいなというふうに思っています。まあ、そしてプロ野球交流戦は横浜 DeNA ベイスターズが初優勝ということで、まあ、交流戦19シーズン目でベイスターズ初優勝、まあ、ベイスターズに、ね、がね優勝と名が付くものがタイトルが転がり込んでくるのが、まあ、だから1998年以来ってことになりますか。そうするともう四半世紀経ってるんですねということにもなるんですが、まあ、それでね調べてみると、交流戦優勝と優先席を残したチームっていうのは、これが7チーム目になるんですね。パリーグで優勝してないのが、多分楽天と、あと、どこだ
みたいな感じで数えるとね。まあそうなってくると、つまり19シーズン目にしてようやく過半数のチームに優勝経験があるっていうところですね。まあ最終戦を前に、まずはジャイアンツが勝てば優勝みたいな感じのところを負けて優勝を逸して、まあそしてですね、最終戦横浜 DeNA ベイスターズが勝って、まあ、負けたことでですね、今度はほぼ、優勝確定と言いつつ、まだ楽天が2試合残してたんで、この楽天の2試合の結果次第ではと、楽天が2試合で得失点差プラス30以上で勝てれば楽天が優勝みたいなね、まあ、そんな情報があってね、そんな計算が出てきて、まあ楽天のねファンも応援したんですが、13失点で負けて万事休す。まあね、このその2試合で無法な高得失点差要求されるっていうのは、こう前がかりに出て逆に大敗するってフラグですからね。まあ2011年かヴァンフォーレ甲府も、J1 残留条件が得失点差プラス13とかって言ってね、条件が出て、で結局全部90分前がかりで戦ってみたいなことがありましたけれども、3対1ぐらいで負けたのかな。まあそんな感じでね、楽天はまあ残念なことになりました。まあ、これでね、交流戦終了時点で阪神タイガースと横浜 DeNA ベイスターズが 2.5 ゲーム差、ベイスターズ2位ということでね、まあ、交流戦最後まで優勝の可能性があったジャイアンツも追い上げてきていて、まあ首位阪神がまあそこと比べると、まあ、頑張ったんだけどそこと比べるとみたいなところもあって、首位争いが若干混沌としてるみたいな感じですね。そしてですね、 J2 リーグは前半戦終了しました。最下位は大宮アルディージャってことで、まあ、ルヴァンカップにね、 J1 から落ちてきたばっかりのチームが参戦するために、まあ、岩田対甲府、清水対秋田の2試合が今度の水曜日28日の開催になるんですが、まあ一応ね、再開争いの方には影響がないってことで、まあ大宮アルディージャ、J2 残留権まで勝ち点差7っていうね、厳しい展開になっています。21位がいわき FC、 22位が大宮アルディージャってことで見るとね、今週末、もう今日ですね、後半の開幕からこのいわき対大宮の直接対決、負けた方は本当に残り20試合で勝ち点差10とかっていう、ね、危険水域に達してしまう。まあ、そしてこの上のね、19位対20位が栃木対どこだっけ、これも直接対決なんよねということでね、まあ、例によって日程君恐るべしみたいな感じになってますけれども、まあなかなかね、この J2 の方もですね、今後にね、残留争いが今年はネタとして面白がられそうみたいな感じでね、大宮の自動生成のツイッターとか盛り上がってますけどね、まあ、そんな感じで今週もね、とりあえずやってみました。以上、ハッチーでした。